ジャングルを抜け、砂漠に到達しました。こんにちは、ゆっくりシャーロック・ホームズです。ケース117から施工した、道路工事の続きです。やっつけ作業で、トンネルが砂漠に到達しましたが、今回も TNT で、ジャングルを開拓します。葉っぱ。生きてて。上からも吹っ飛ばします。いてて。レベルが30になったので、エンチャントしにベイカーストリートに戻ります。シルバーブレイズ、行くよ。太陽が昇るよ。はい、到着。向かうは 221B の隣、219の本屋さんです。シルバーブレイズ、待っててね。さて、何作るかな？道路工事のために、ツルハシを作ろうかな。そうそう、半年ぶりにプレイしたら、実績が振り出しに戻りました。ひどいよね。効率強化と耐久力をお願いします。耐久力3と、効率強化3。まあ、良いではないか。さて、残りの障害物を除去しましょう。シルバーブレイズ、待っててね。あ、いや、上ではなくて、下の状況をお見せします。この辺りは、TNT を使わずに、ツルハシで地道に除去しようと思います。手間暇を考えると、やっぱりトンネルでよかったかな。無事にジャングルを越えられればいいわけで、上を崩す必要はないのかもしれません。壊れたから、高レベルエンチャントした、ダイヤモンドのツルハシに切り替えます。あ、スケルトンだ。しかとするか？あぶね、矢が飛んできた。シルバーブレイズ、ちょっと待っててね。参るぞ、スケルトン。ふふふふふ。経験値を取りに行こう。いつか、慣れてきたら、馬に乗りながら、モンスターと戦いたいな。楽にしてやるぜ。ハスタラビスタベイビー。これで、整地が終わりました。あとは上です。はぁ、しんどい作業でした。マインクラフトを始めた頃は、この砂漠に砂を取りに来るのも命がけでした。そして、ベッドとコンパスを持参する必要がありました。これからは、馬で気軽に来られます。再び、TNT 等のを使って、ジャングルを除去する作業です。ここら辺から吹っ飛ばしていきます。葉っぱ。いいね。そして数時間後、砂漠までの道が完成しました。長いでしょ？
さて、次の目標は、砂漠を横切る川です。どこまで道を延長するのか、確認してみましょう。ジャングルと違って、砂漠に道を作るのは簡単そうです。この小さな山も崩す予定です。結構、距離がありますね。水たまりも潰さなくては。川が見えてきました。よし、とりあえず、ここまで道を延長します。ここに橋を架ければ、馬を発見した場所まで行けます。そうすれば、馬鎧や名札が眠っている、新しい領域に行くのも簡単です。あ、そうそう、ここでお知らせがあります。マインクラフトサーバーの調子が悪いみたいです。そのため、キャラクタースキンが、デフォルトのスティーブになっています。驚かないでくださいね。そして、見放さないでくださいね。さて、砂漠の道は、どんな素材を使おうかな？焼き石の代わりに、砂4個で作る砂岩を使おうかな？ほい、砂岩。砂。砂岩4個で、滑らかな砂岩。滑らかな砂岩。砂岩3個から、砂岩のハーフブロック。砂岩ハーフブロック。砂岩ハーフブロック2個から、クリーパーの顔みたいな模様入り砂岩。焼き石で行こう。さて、高さを調節するのですが、その前にマグマの音が気になります。音を頼りに、マグマを探します。砂が崩れてマグマダイブはごめんです。慎重を要します。お、空洞か？見つけたね。と、いうことは。やっぱり。あ、ダイヤモンドのシャベルが壊れました。え？バグか？だって、鉄のシャベルは、1個しか持ってこなかったもの。2個に増えちゃったよ。まあ、何はともあれ、マグマは焼き石を精錬する燃料として使います。バケツを作りに、ベイカーストリートに戻ります。なんやかんやで、焼き石と石レンガの、ハーフブロックが必要ですからね。シルバーブレイズ、脱走しないでね。エンダーマンがいるから、裏口から入ろう。ここ、223です。鉄インゴット3個から、バケツを作ります。砂漠に戻りました。かまどを設置する場所ですが、ホラー穴があったので、ここを使います。かまどは4個にしました。ここで丸石を精錬します。丸石は、ジャングルを開拓した時に、たくさん出ました。ここには、その一部があります。4つのかまどに丸石をセットします。準備ができたので、マグマを汲みに行きます。注意力3万だと、マグマで全てを失います。マグマはもろ刃の剣です。本日はここまでです。最後まで見てくれて、ありがとうございました。次は、ケース123でお会いしましょう。